みなさんどうもこんにちは、ゆめとめじとチョレです。市川の店長です。はい、またしてもこの3人で動画の方を撮っていくっていう流れなんですけど、今回もチョレさんがいるってことは KLB についてお話ししていきたいと思います。まあ前回あのゆめとめじのやつで応募についてまあ募集したというか、そういうような案内の動画を出したんですけども、今回はその応募してくれた人の人数の結果と、あとはまあこれから幼虫投入の話とか、そういった細かいところをちょっと聞いていきたいと、というか話していただきたいなっていう感じなんですけど、大丈夫ですか？了解です。よろしくお願いします。お願いします。はい、チョレさん、結局応募はどんな感じで、はい、トータルで、うん、110名の参加表明となりました。イエーイ、ね、やったじゃないですか。いいの。去年と今年比べてどれくらい、あのね、去年がですね、はい、久留米だけ、久留米だけ、ね、で、80名ぐらいだったかなと思うんですよ。内訳になると、久留米で81名、はい、で NLB で29名、はい、おー、じゃあそれが抱かせた感じですね。そうですね、やはりね、乗せの方がですね、やはり久留米というイメージが強いので、はいはい、その辺はちょっとね、あの夢旅さん、うん、店長の力を借りて、はい、そういった動機づけにね、中で、あの非常に良かったなと。いい結果だったよっていうことですね、ひとねさん的には、はい、よかった、うん、うちの会員からも資格を送り込みましたね。そうだね、資格ね、うん、90ミリグリーダーぶち込みました。あ、知ってる、うん、ドクターさんですねはい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 、そうそうですね、90ミリグリーダーぶち込みました。もうね、僕自身はですね、110名とかになると、はい、正直誰が誰だか分かんない。そりゃそうですよ、分かんないじゃない。アカウント名だけではね分からないですよね。それが今年とその前年もあるしね。はいはいはい、チョネさん、はい、参加者からしてみたら、うん、チョネさんは1人しかいない。ああそう、から見たら110人ですけど、まあそうちゃんと覚えてください。はい、はい、頑張りますね。努力します。そうですね、大変かもしれないですけど。いやいや、はい、もう一人ずつ家庭訪問するぐらいで、全国そうだね、諸国満遊するぐらいの勢いで、ね、やばい。チョネさん一軒一軒ピンポン来たらやばいでしょ。普通に仕事できなくなっちゃうから、KLB の提出を一枚一枚こう手渡しなの、ね、手渡しでデータじゃなくてね、もう昭和初期じゃないで今回応募して幼虫がいつまでに、まあ、プリンカップなりボトルなりにこう孵化した個体を幼虫を投入したものが参加のエントリー条件になるのかっていうのが、はい、一応ね、参加表明を、まあ、これしていただいて、で今度はですね、幼虫取らないかんですね。そうですね、それの期限が6月30日。6月30日まで出てきた幼虫であれば OK ってことですね、うん、そうなんですよ。あ、じゃあだいぶ時間ありますね。幼虫を投入したデータっていうのはいつまでに送ればいいんですか？一応ですね、今まで9月30日までに、はいはいはい、提出という形にしています。はいはい、ただ、その前に事前エントリーというようなね、はい、ある程度の、うん、飼育の数ですとか、はい、血統管理表以外の、ね、部分、飼育歴、はい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 、自分のプロフィールみたいな、うん、そうですね、うん、まあ、本名とかね、はいはい、メールアドレスとか、うんうん、要はやはりいろんな方がいるので、はい、そこは事前にこちらでね集計して、はい、でそこからスタートという形なので、その事前エントリーを経てから管理表を提出いただくのは9月末という形に、そうなんですね、今までしています、はい、参加表明とは別にエントリーをまたするってことですね、初参加の方はそうしてもらいます。はい、はい、ということで少し分かりにくい部分があったので、ゆめたべじから補足させていただきます。現在参加表明をされている方は、次に事前エントリーおよび管理表、系統表の提出をしなければいけません。でこの際に Excel を使用しますので、必ず Excel のダウンロードをお願いいたします。まあ携帯であれば無料でやれるものもありますので、自分でね検索していただいて Excel をまずダウンロードすると。で Excel をダウンロードし終わった後に、この KLB オフィシャルブログを見ていただいて、はじめましてっていう方はこの3部リーグが確定されていますので、ここの部分を見ていただくと。
で、この部分に送付先、このクルメ、KLB、yahoo.co.jp というのがあるので、これを宛先にしていただくと。で、必要項目っていうのがこの 1,2,3,4,5,6 と、まあ、あるように見えるんですが、このハンドルネーム、これは自分が例えば夢旅路であれば夢旅路という名前を入れていただいて、2番の本名の部分は自分の正式な名前を入れると。で、3番の所在地というのは何県に住んでいるかというのを入力、住所を入力するわけではございません。で、飼育歴、これは今までね、久留米だけじゃなくて、まあ、国産のオオクワガタとかノコギリクワガタ、ヒラタクワガタとか、いろんなカブトムシ、クワガタムシを飼育していたこのブリード歴というのを入力してください。で、次に久留米産地、過去最大サイズは何ミリですかっていうところなんですけども、久留米飼育していなかった方っていうのはなしで、過去に、まあ、久留米をね飼育していて、まあ、70ミリであっても80ミリであっても飼育されたことがあれば、ここに記載いただくと。で、2021年 KLB 最大サイズっていうのがあるんですけれども、これに関しては去年参加していなければ参加なしというふうに書いてください。で、まあ、参加されていた方は、まあ、参加した時のね数値を入力すればいいというふうになっています。で、これね、この Excel のファイルのダウンロード先っていうのはどこなのっていうと、ブログの一番上の左端にあります。2022KLB データ入力フォームというのがあるので、ここで、まあ、のせなのか久留米なのか、のせであれば NLB、 久留米であれば KLB 用のデータ入力フォームをダウンロードするというような形になります。で、このね、 Excel の使い方っていうのはちょっと動画でね伝えると長くなるので、これはもう自分で独学で覚えていただくと、そこまで難しくないので、これを機にね、ぜひ Excel も使いながらね、この管理表を作っていくっていうね、自分の成長を遂げていただければなと思います。そして提出期限というのが7月の30まで出さなければなりませんよっていう、こう必須条件というのがありますので、ここもね間違わないようにお願いいたします。それでは本編に戻っていきましょう。はい、はい、ということで、まあ、とりあえずその今回の KLB の幼虫の提出のお話が終わったんですけども、一応なんかこの KLB、NLB に参加する時の、まあ、マナーっていうか、今結構 SNS とかでもなんかちょっとしたこととかでなんかいろいろこう喧嘩になったりとかいろいろあると思うんですよ。で、それに対して、まあ、KLB の方で、まあ、NLB チョネさんが、まあ、思うそのマナーというか注意事項っていうのをちょっと説明してもらいたいなと思います。はい、はい、昨年からかな、はい、まあ、アップはしてるんですけども、改めて、うん、お話しさせてもらいます、はい、一応 KLB、うん、NLB 事前告知事項ということで、はい、参加者はまあ基本ルールを徹底し、うん、データ改ざん等を行わない、それ一番大事です ね、 おのおののマナーというか、はいはい、一応上位の方にはあ画像をね、はい、計測のギス画像をね、うん、必ず毎年送ってもらってます。でもう90以上とかはいはい、ということになればですね、やっぱり実際にね持ってきてもらって第三者、うん、の計測は、はい、ということで必要ですよってことですね、我々事務局としては考えている段階です、ね、はい、わかりました、はい、続きまして、うん、参加者はマナーを厳守し、他人が不快に思う迷惑行為等を禁止とする、それ大事ですね、これも大事、すごく大事です ね、 ですね、例えば、はい、誰かを誹謗中傷するような内容だったりとか、うん、はい、まあ、KLB、NLB に対してのなんか不満があったりとかした時とかでも、うん、その SNS になんか言ってなんだかんだってこう揉め事を起こすような人は参加しないでくださいよってことですよね、まあ、まずは、はい、まあ、あらかじめね、うん、言っておきますよということですね、はい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 、はい、で、続きまして、うん、参加者は幼鳥および生体の血統偽証、サイズ改ざん等を含む偽装販売、詐欺行為を行わない、うん、はい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 、幼鳥および生体の血統偽装っていうのは、うん、まあ、結局はその参加する個体のその手元とか、うん、まあ、その血統、そういったものをまあ偽らないでくださいよっていうこと、まあ、これがまあ基本ルールの、まあ、なんていうんですか、データ改ざんっていうのも多分つながると思うんですけど、はい、まあ、サイズのね、わざとでかくして測ったりとか、うん、そういうこともやらないでくれと、そうですね、うん、まあ、
本当に一般常識の範囲でやっていただければ今までこの KLB っていうのは問題がなかったイベントなの で、ね、はいはい、一応見えるかっていうことで、うん、まあ言ったらそのためにですね、はいはい、目が見えるような幼虫の体重ね、うん、そうですね、乗っけて、はい、いますし、そうですね、はい、で逆にまあ言ったら私も含めてですね、はい、ね、フルメに絞ってですよ、うん、ずっとやっててですね、はいはい、ね、84しか出ないとリーグ降格だと何やってんだと前も言ったけど、はい、やっぱそうなんですよね、まあ、飼育者の大きさに似るのかな、うん、そうだね、2回目ですね、よく気がついた、そういうことですね、うん、はい、上記に格闘する参加者が発覚した場合、うん、まあ、今まで話したやつの基本方針とか、はい、そのデータ改ざんとか、うん、そういうことがあった場合は、はい、まあ、なんかどうなるとか、そうですね、はい、一応これはね、うん、ブリーダー名を公表します、うん、そうですね、はい、悪いことした人のブリーダー名はもう公表するよと、はい、はい、ですね、で以降 KLB、NLB への参加を認めません、はい、はい、まあ、ルールを守れなかった人は、ね、まあ、今後一切こういうイベントには参加させないよってことですね、はい、はい、で KLB、NLB はグループ団体ではありません、はいはいはい、決められたルールで個人が参加し楽しむ企画です、うんうんうん、そのためもし上記に該当する参加者が発覚した場合でも KLB、NLB 自体の解散の考えはありません、はい、個人がその一切の責任を負うべきものであるという姿勢です、まあ、結局はそのチームとかクラブとかそういうことでやってるわけじゃないから、はい、もう KLB、NLB 参加した人たちが個人個人であくまで楽しむと、まあ、そうですね、だから、はい、まあ、そのね参加した人の中から誰かが悪いことを、まあ、ないと思いますけどしてしまった場合でも KLB、NLB は団体ではないからあくまでイベントだから、うん、その悪いことした人たちは個人で全て責任を取ってください、うん、はい、私たちは関係ありませんよっていうのがスタンスですよね、そうです、言い方ちゃんと言えば、まあ、まさにオリンピックで言えば、はい、ドーピングした選手だけが除外されるだけで、はい、オリンピックが進むっていうのは、ね、そういうことです、まさに企画場の提供であるという考え方ですね、はい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 、あ、それすごい分かりやすいですね、うん、そうです、たまにはいいこと言いますね、たまにはね、うん、うん、まあ、やっぱり入ってもらおうかな、うん、入ってたそうですね、たまにはいいこと言うな、そこちっちゃおちゃん、その他ブリーダー名公表などはありませんが、うん、管理表期限を毎回守ることができない方、はいはいはい、遅延理由の連絡が事務局に一切ない方、はい、途中連絡が途絶える方のご参加もご遠慮いただきます、まあ、結局は周りに迷惑をかける行為じゃないですか、はい、うん、そうですね、結局は管理表何月までだよって言ってるのに、はい、さらに間に合わないとかそういうことですよね、でこちらから連絡しても返信がなくて、はい、結局その人だけを待つために110人を犠牲にしてしまうことになってしまうから、はい、そういうことがある場合は、はい、もう参加今後もね遠慮しますよっていうのになっちゃいますよね、はい、うん、まあ、事務局はボランティアなんで、そうですよね、お金を得てやってるわけじゃなくて、はい、あくまで楽しみたい人たちが集まってこのイベントをやってるから、うん、そうですね、うん、はい、そこら辺はなんかみんな個人個人でしっかり守って参加して楽しんでくださいねっていう流れですね、うん、はい、そうですね、うん、はい、このあたりはまあ言ったらねこういう形がいいか悪いか分かりませんけども、はい、まあこういうね、ルールを持って、企画で楽しむというのは今までなかったと思うんですよ、はい、なので、まあ、ある意味こういう形をね指針として、ね、打ち出すっていうのは、まあ、大事なことだと思いますよね、はい、うん、ではないかなという、それが厳しいと思うなら別に参加しなきゃいいですね、おっしゃる通りでね、うん、はい、まあ、こういうルールのもと、ね、こういうイベントがあるから、うん、自分から参加しに行くわけですから、別に来てくれって言ってるわけじゃないんで、はい、そこはもう、まあ、そうですね、事務局の人たちの言ってることを守りながらイベントを楽しむ、はい、そこでルール違反をしちゃダメだよっていう、はい、まあ、子供でも分かるような話ですよね、はい、はい、じゃあこれで一応注意事項っていうのは以上っていう感じですね、そうですね、はい、はい、OK です、分かりました、で一応まあ KLB って1部、2部、3部っていうのがあると思うんですけども、うん、はい、ちょっとそこがね、あ、そうですね、分からないので、はい、ちょっとそこも一応説明欲しいなと思います、
はい、はい、これもルールがですね、うん、過去いろいろ変わってますんで、はい、ちょっと改めて触れたいと思います。はい、KLB、これは NLB はね、うん、初なので、はい、KLB ということを絞ってお話しさせていただきます。KLB、昇格降格ルールですね。一応3部リーグ制ということになってます。降格もあるっていうことですね。そうですね、はいはいはい。まず、うん、最初に過去に一度でもですね、うんうん、これ過去ですね、久留米産地を飼育して、はい、完品羽化実績85ミリを、うん、以上ね出されたことのある方は、うん、2部リーグからのスタートになります。おお、そういうことですね、はい。じゃあ夢旅路は 84.7 だったかな、まあ、そうですね。だからもう3部リーグからになるということですね。これもあくまでも自己申告ということですね、うん、はい。一応85ミリを出したか出さないか、出した方は2部リーグから参加か、それ以外は3部ということになります。はい、はい、じゃあ1部っていうのはどんな人だったんですか。まあ、そうですね、はい。で続きまして、うん、ですね、1部リーグっていうのは、はいはいはい、前年度、うん、KLB エントリーラインで、はい、完品羽化実績85を作出された方は次年度から1部リーグへ昇格となります。これは、はい、2部リーグ3部リーグでも同じ。あ、ってことは夢旅路が今年の KLB で、はい、85ミリ以上出したら、はい、2部じゃなくて1部に行けるんですか。そうです。ああ、そういうことないから、いや、ないからないからとかじゃないじゃん。どういう話を聞いてるといけるでしょ、きっといけないと思う。行くんです。はい、行きます。険しいよ。チョレさん、今何部ですか。2部。チョレさん2部です。2部なんです。合格してしまいましたね。1部から2部に合格したんですね、チョレさんは。合格しちゃいましたね。で、俺が3部と。そうですね。1部いないじゃないですか、ここに。一部はいないですね、まあね、はい、しょうがないですね。しょうがない。参加した時一部でしたけどね、あ、店長そうですよね、86アップ出してたから。そうですね、うん、一部です、ごめんね、はい、ごめんね。うわ、なんかやりとり覚えてますよ。ここからの壁があってごめんね。いや、マジ嫌味ですよね、うん、あ、やばい、ね、はい、はい。今度は1部リーグに昇格した方対象のお話になりますね。1部リーグ参加者が、はい、前年度 KLB ラインでですね、はい、まあ、要は85ミリ以上出したから1部リーグなんですよ、うん、でそのエントリーラインで今度は完品羽化実績が86以上を出すことができなければ2部リーグへ降格と、うん、え、最悪じゃないですかそれ。これなかなかでしょ、うん、え、じゃあ例えば、はい、夢旅路が85以上出しました、一部です。そうですね、よっしゃ、はい、やるぞってなってる時に、うん、85.9 だと2部に落ちる、まあ、そうね、もう一部じゃなくて2部になると。そうですね、85ミリ以上で昇格できるのに、はい、一部になって86ミリ出せなければ、うん、今度2部になってますか。そうです、降格です。だってさ、張本いそうです、ね、2部、やばい、張本いそう。2部リーグの人が1部に上がるためのハードルより、はい、うん、1部リーグの人が1部に残るハードルの方が高くないと、うん、ずっと1部にいられるってことか。そう、あ、そういうことなんですね。これがステータスっていうのは、まあ、これくまモンさんの、まあ、いわゆる、はい、まあ、意見、ここはちょっといろいろあったんですけどね、うん、はいはい、まあ、あの熱いバトルもね、まあ、胸ぐら掴んでね、まあ、それこそね、くまモンさんと、まあ、あったんですね、いろいろね、うん、はいはいはい、這い上がるためには85なんですね。そうですね、うん、そう、一部に続けるのは、まあ、85っていうのは当たり前なんだ。そうそうそう、だから86ミリ以上出さないと一部にいられない。結構きついですね。しかもそれワンライン限定ですもんね。そうですね、はい、ってことはやっぱり一部に残れる人っていうのは、うん、本当になんか、うん、実績とか経験とか、そうですね、全て積み重ねた人たちが、はい、ずっと一部にいるよってことですもんね。俺みたいな、まあ、やめてもらっていいですか。まあ、真面目な話すると、はい、目利きもそうですし、うん、やっぱりある程度ね、他の久留米だけではありませんから、はい、産地はね、やっぱりどんどんレベルアップしていかなければいけませんから、はい、あ、だから逆にそういうメリハリがあった方が、うん、ありますよ、やっぱ一部に残ってる人ってすげえなっていう、そうです、差がやっぱ出ますからね。一発屋じゃなくてっていうことですよね。わ、うんうん、かります。まあ、ずっとね、毎年ね、この人一部いるなと、はい、86毎回出してると。そうです。ってことはメス選びもうまいと。そうです。種親の選びも、はい、からも始まってるっていう人たちが一部にいるわけですよね、はい、まあ、運だけじゃないよってことですね。そう、実力も兼ねての一部ですよと。真の実力者っていうのをね、うん、やはり、まあ、ステータス上げるってそういうことなんですけどね、はいはいはい、
まああんまり褒めるわけじゃないですけど、はい、まあ店長もじゃあまず一部だっていう感じですもんね。あれは一部だったんだけどね、まあその後どうしたんでしょうかね。どうしたんでしょうかね、店始めちゃったからさ、ちょっとね、忙しくてね、でやらなくなったから、うん、もうだって多くはやってない。ってことはもう3部以下ってことでいいですね。3部以下どころの話じゃないですね、論外ですね。出てっていただいてね、なんでこの場に来年ぐらいよ。あ、そうだね、それはそれで。トネさんの90ミリの親もらって、あ、いねえのか、90ミリ。90ミリ、いいんじゃない。いないんすか、90ミリ。いや、もう、いつでもね、出せる、出す気満々なんですけど。いつでも出せるって言いましたよね、トネさん。自信はありますよ。自信はね、もうあるけど。まあまあ、そんなにね、慌てたってしょうがないですから。ゆっくり来いよと思う。逃げましたけど大丈夫ですか。わかりました、チョネさん逃げましたけど大丈夫ですか。倒したつもりだったんですけど、はい、はい、まあそういうことですね、はい、はい、で次、ですね、2部リーグ参加者が、はい、あ、これは2部の方ですね、うん、KLB エントリーラインで完品羽化85ミリ以上を作出することができなかった場合、はい、2部の方は現状2部に残留、うん、それはそうですね、まあ3部に落ちることはないということですね。2部は残留ということになります、はい、はい、で次3部、はい、3部リーグ参加者が前年度 KLB エントリーラインで、同じくですね、はい、85以上出せなかった場合は同じく現状の3部リーグってことですね。残留ですね。まずは初めましての人は一発目の KLB で85ミリ以上出しましょうと。そうですね、そうすれば、はい、2部にいられると。ただしこれあれ、KLB エントリーライン以外で85ミリ以上出したら、うん、2部リーグに昇格することになりますので。あ、じゃあ別に、はい、チョネさん の, あの LINE で夢旅路もやってるじゃないですか、はい、でそれで、はいはい、今はまあじゃあ 53.5 のメス、あ、まあ、55のメスいますと、はい、でその参加するのは55のメスで参加しました、はい、でその LINE じゃない別 LINE で久留米で85以上出しても、これはそのリーグの昇格は OK ってことなんですね。3部から2部には行けることができます。そのワンラインっていうのは、はい、そこは縛りはないわけですね。そうですね、はいはい、久留米で85以上出してれば2部に昇格できると、はい、2部まで、ね、エントリーラインで85以上出せば1部リーグに翌年上がるということですね。あ、そういうことですね。そうです、1部はね、はいはい、1部はあくまでもエントリーライン、そうですね、はい、2部を飛び越えて1部に行ける、はい、エントリーラインだと、はい、エントリーラインぐらいだったら2部に行く、はいはいはい、そうだね、そうそう、要はゆめさんは85出したらいい、いい話ですね、まあ、むしろそうです、ね、はいはいはい、了解です、了解です、出してもらうと、うん、ね、僕の種親ですからね。そうですね、ええ、2年目ですからね、種親はあるんじゃない、はい、いやでも夢旅的には、うん、あの去年、うん、とかチョネさんからの種メスからスタートして、うん、1頭しかオス羽化してないんですよ、ね、あと全部メスだったんですよ。 そうでした。その中で俺はチョネさんが女好きだから、あ、そういうことか。やめていただいていいですか、虫に影響してるんで、無駄で相当浅瀬らしいから 84.7 まあ出てるんで、ね、まあ、今回ね、うん、夢旅路も30頭近くの幼虫で参加すると、うん、前はまあ16頭とか、うん、それくらいでしか半分ぐらいしか参加できなかった、うん、で羽化したのももう10頭ぐらいしかいなくて、うん、はい、他全部もうね、羽化してこなかったんですよ、うん、もう今も幼虫してる、2年ぐらい幼虫してる子たちもいるんで、はいはい、85以上出そうよってことですね。そうですね、みんなでね、はい、はい、了解です。まあ、これであの KLB の1部、はい、2部、3部の、まあ、説明と、まあ、昇格とか降格とかのお話ができたので、まあ、これからのね KLB 楽しんでいきましょうという流れで、はい、OK ですか、チョネさん。はい、わかりました。ということで、まあ、夢旅路のチャンネルではね、また KLB の他のね、あのコンテストとかそういうのも動画に出しますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それじゃあまたね、バイバイ。